歓送迎会などで酒を飲む機会が増えるこの時期に合わせ、警視庁は大田区で交通安全教室を開き、酒を飲んだら運転しないよう呼びかけました。手を2回、パンパン、後ろに、みんなのその場で足踏みですね。さあ、大田区のスーパーで開かれた交通安全教室には、酒に酔った状態を体験できるゴーグルが用意されました。参加者らはこのゴーグルをつけて、投げられたボールを受け取れるかどうか実際に体験していました。参加した家族連れは、飲酒運転で車は凶器にもなってしまう、気をつけたいなどと話していました。大田区には大型トラックが頻繁に行き交う交通量の多い環状8号線もあり、警視庁は自転車の利用者にも酒を飲んで運転しないよう呼びかけました。